じゃあお時間になりましたので、自分で紹介になります自分で紹介になりますね。じゃあすいません、時間になったので始めさせていただきます。初心者セッションを、PHP 初心者セッションということで、初心者向けの、セッションになります。だいたい1年ぐらいやった人はちょっともうなんか聞かないでいいと思うし、半年でも結構作ってる方はちょっと物足りないと思うので、場合によっては別の部屋とかに移動していただいてもいいです。で、大体のアジェンダざっくりこんな感じで話していこうと思ってます。で、まず最初に自己紹介の方させていただきますけれども、有限会社アリウープという会社やってまして、柏岡秀夫と申します。で、まあ、弊社の方は、ウェブシステムの開発ですとか、まあ、DevOps の導入コンサルを行ってまして、私自身は PHP カンファレンスの第1回目から、初心者セッションを話していて、もうだいぶその頃やり始めた方も実際に仕事で使われたりっていう状況かなと思って、ただ、まあ、だんだんみんなも成長していっちゃうんで、初心者の人いつも来てほしいなと思うので続けてます。で、始める前に簡単にちょっと、じゃあ全く PHP 書いたことがないっていう人挙手お願いできますか。ありがとうございます。じゃあ、半年以内とか、まあ、やってみたけどよくわからないっていうぐらいのレベルの方、じゃあありがとうございます。多分それ以上の人はちょっと物足りないかもしれないので、まあちょっとそこ合わせながら喋っていきたいなと思います。で、早速なんですけど、PHP とはっていうことで、まあなんか、まあ、ホームページの php.net の方にはこんなことが書いてあって、まあ、どんなことかというと、まあ、ウェブ開発に適した言語で、まあ、ウェブ開発に適した言語ってずっと言い続けてたんですけど、最近はなんか結構作りの方も変わってきていて、なんか一概にそれだけでもないなっていうところもあります。で、 PHP の歴史どんな風になってるかというと、まあ、だいたい1994年に、ラスマスがオンラインで公開して自分の履歴書みたいなのアクセス履歴を調べるために作られた。で、まあ、そのスクリプト群をパーソナルホームページツールというふうに名付けて、まあ、ここのところに書いてある頭文字がパーソナルホームページのところで、まあ、略して PHP みたいになったっていうのが一番初めですね。で、まあ、ここら辺の内容はどんなふうに書いてあるかというと、これ PHP のマニュアルのページですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ざっと見ていくと、こう PHP ツールズっていうものがあって、初めにで FI とか、PHPFI っていうのが結構日本でも知られ始めた一番最初のところだったと思うんですけど、でその後に、あ、これ最初の PHP のコードとかで、まあ、ちょっと小さくて見えないかもしれないんですけど、よくよく見るといつも書いてある PHP のタグじゃ多分ないと思ってて、まあ、今の右大なりクエスチョン PHP っていうのが始まってなって、まあ、びっくりマークで始まったりして、まあ、ここら辺でもインクルードだったり get env http ユーザーエージェントとか、まあ、なんとなく今の変流を見せて、まあ、もともとはこんな感じで HTML の中に書いていくっていうのが、まあ、なんかラスマスが考えていた、まあ、ところですね。で、次に、まあ、PHPFI から今度 PHP3 になりまして、あれ、もしかして今って Wi-Fi が不安定的に、すいません。で、 PHP3 になりまして、その後これがだいたい1998年ぐらいで、まだこの頃日本 PHP ユーザー会とかはなくて、まあ、有志の人が使い始めて、で PHP4 になり PHP5 になったのでも、まあ、2004年で、まあ、この後に最近、まあ、何年か前かに PHP7 になるっていうのが、まあ、なんか大体 PHP の進化で、きっと昔の PHP とかあんま知らない人全然多いと思うんですけど、まあ、なんかそこら辺のところの昔の歴史もなんかちょっとネタ的に調べてみると面白いかなと思います。ちょっとすいません、設定を。
で PHP の環境、実際どんな環境で使っていくかっていうところなんですけど、一番、まあ、なんかまず呼び名、どんな呼び名かっていうとランプっていうのを聞いたことあると思うんですけど、まあ、ランプっていうのがあったり、あとラププっていうのがあったり、であとレンプ、結構ここら辺あんまり馴染みないかもしれないですけど、で何かっていうとランプっていうのは Linux、Apache、MySQL、PHP で、このでも最後の P は結構ライト言語の中では、まあ、例えばあと Python とか Perl とかにする場合も一般的にランプとか呼ばれたりします。でラップは、まあ、そのデータベースの部分が Postgres に変わったのを一般的に言って、であとレンプで、まあ、言い方は、まあ、Linux Nginx で、 MariaDB は多分 MySQL でも良かったりすると思うんですけど、それとあと PHP、まあ、呼び方は、まあ、OS プラス、ウェブサーバープラス、データベースプラス、スクリプトって感じになっていて、あとこの組み合わせでいくと、その下にちらっと、まあ、どんなのあるかなって言って僕も調べてみたんですけど、ワンプっていうのかどうか分かんないですけど、あとラムール読めるかな、で、まあ、多分 Windows 使うと頭が W になったりで、ラムールとかだと最後は Ruby のパターンとか、こんな言い方もあるのかなと思って、まあ、ちょっと頭に留めておいてもいいかと思って、で、まあ、どんな環境で実際始めていくかっていうと、まあ、一番簡単なのはきっとホスティングとかレンタルサーバーあると、もう今どの環境でも PHP 動いてると思うんで、実際そこら辺を使うっていうのが一つと、あとはクラウド環境で、まあ、AWS ですとか、これは Amazon ですね、マイクロソフトの Azure で、あと Google App Engine で、 IBM の Bluemix で、これらはまあみんな一般的にクラウドっていう環境で、まあ、実サーバーを取るかクラウドを取るかはまたちょっと別の議論になると思うんですけど、まあ、こういうチョイスもあります。でまあ、最近その注目されているのは、まあ、仮想環境の技術なんかで、実際サーバーでもきっと、まあ、VMWare ですとか、あとバーチャルボックスとかで Docker とかで、今日も多分 PHP カンファレンスなんですけど、ここら辺の環境の話って結構出てて、実際にまあ開発環境だけじゃなくて本番環境でこう使われているケースもすごいあります。でまあ、初心者セッションなのにそんなの聞いてもって思われるかもしれないですけど、結構 Docker とかってもう環境が結構進んできてて、なんかもう身近だし使いやすいので、なおかつまあ多分一昨年ぐらいまでは比較的そんなにちょっと本番環境では使われてなかったと思うんですけども、昨年ぐらいから本番環境で使うケースもあるし、あと自分のマシンに Docker の環境をセットアップすることで、まあ、後々本番に行った時にもまあ使いやすい可能性もあるんで、ここの部分はなんか Docker を僕はなんか推奨しちゃおうかなっていうのもあります。で、あともうちょっと手軽に始めるならとりあえず試してみたいとかだったら、これ ZAMP とか MAMP って言われるものなんですけど、こういうのがあって、これもともとはZAMP の方は Windows で、 MAMP の方は Mac で、まあ、何かっていうと、そこの自分のコンピューターの中に、PHP が実行できる環境で、ウェブサーバーも含めて中に入るので、もう多分これ普通にあんまり設定ファイル書かないで、ここ、まあ、URL 書いてありますけど、まあ、実際どっちかっていうと検索しちゃうとすぐ出てくると思って、まあ、ちょっと行ってみると、そうですね、ZAMP こんな感じのページです。でなんかさっき僕 ZAMP Windows だって言ったのに、なんかちょっとここ見ていくとなんか Linux とか Mac とかあって、で今は ZAMP でも Mac で使うことができて、で今度逆に MAMP の方どうなってるかっていうと、そうですね、 Apache も Nginx も PHP も使える、Python と Perl もあって、環境がいろいろ使えて、で、まあ、こっちも、今ダウンロードに行ってみると、そうですね、ここに Mac、Windows ってあって、だから MAMP も Windows で使えちゃうんで、なんか昔みたいに Windows の人は ZAMP で、Mac の人は MAMP でみたいなのができないんで、もう本当に好きな方を使ってもらっていいと思います。で、どっちも
まあ一長一短というほどもないんで、まあ入れてみて使いづらかったら、まあインストールしてもう一個の方入れてみるとかっていう使い方が多分いいと思います。で、あとこれちょっと変わったやつで、サーバーいらずって書いてますけど、クラウド9っていうやつがあって、クラウド9どういうのかというと、ちょっとログインとか必要なんで、あれですけど、もう一個下に。当然名前のごとく、クラウド上に、環境を作れるものになっていて、そうですね、こんな画面になります。で、今この左側に出てるのが、ちょっと待ってくださいですけど、今ちょっとこれが反映されてないんですけど、左側を、この左側に出てるのがソースコードですね。で、いくつかこれが、例えばこれすごい簡単な、後で出てくるけど PHP のタグがあって、こんなソースコードがあって、でその結果がこの右側に出てくるっていう形になっていて、実際なんか自分でサーバーとかを作らなくていいので、ただなんかアカウントの追加をしなきゃいけないのがあるんで、まあここら辺はきっと好き々になると思いますけど、まあこれも比較的簡単に環境が作れると思います。で、まあ、さっきの後言ってた Docker っていうのも、これも Windows でも環境を作れるようになったので、まあ、それで初めて初心者セッションでも Docker を使うといいんじゃないかなと思って、今回は Docker を押していきたいなと思います。で、 Docker 何がいいかっていうと、Docker Hub っていうところにそのサーバーのイメージのようなものを持っていて、今回の場合は例えば PHP のイメージなんですけど、例えば Nginx のイメージだとか、まあ、PHP でも FPM で動かす PHP だとか、じゃあ MySQL のですとかイメージで、 Docker はコンテナごとにこの役割を変えるんで、例えば Web サーバーとデータベースサーバーと、まあ、Web サーバーじゃあ2台でコンテナを作ろうみたいなのが普通だと、じゃあ Amazon のクラウド上でポチポチやって EC2 とロードバランサーで何か作ろうみたいなしなきゃいけないのが自分のコンピューター上でできるので、すごい開発の時もいろいろなことを試せて便利です。で、まあ、今回はその PHP っていうタグをついた、まあ、PHP のイメージを使おうと思うんですけど、まあ、hub.docker.com のアンダーバーで、これ PHP っていうのが、まあ、hub.docker.com の方行ってもらって PHP って検索するとこれが出るんで、まあ、ここの下の方にもいくつか出てると思うんですけど、どんなのがあるかっていうのも見てみるといいと思います。で、その Docker の中でも Docker Compose っていうものがあって、でこれは何かっていうと、1台だけ、まあ、1個のコンテナを管理するのが、まあ、Docker の基本的なコマンドなんですけど、それを複数台、管理するのを、まあ、簡単にする、まあ、コマンド群というか、まあ、機能になってます。で、まあ、こちらも、まあ、検索してもらうと、まあ、出てきますので、まあ、実際それで試してみたいなと思って、推奨の開発環境が、まあ、今回 Docker Compose を使用するっていうふうに、まあ、とりあえず決めまして、で Docker のインストールを行って、その後 Docker Compose YAML というファイルを作って、まあ、Docker を起動する。でこれがまあ大体の手順で、Docker のインストール自体は、まあ、Windows も Mac もそれぞれ、ホームページの方からダウンロードしてもらって、 Mac 以外でも多分あると思うんで、で、その後に Docker をインストールすると Docker Compose も使えるようになるので、まあ、試してみようと。で、実際その Docker Compose ファイル、これを書くと、実際に、まあ、コマンドアウトで起動の説明しますけど、それをやった時にここに書いた動作をして、環境を作ってくれる。で、まあ、ここにイメージっていうタグがあって、ここ今 PHP 7.PHP コロン 7.1 で、アルパインアルピネ
多分アルパインだと思うんですけど、でこれ例えば言うと、まあ、デビアンとかあんな感じの、まあ、ディストリビューションの一つ でなんでこの変な知らないのを使った、僕もなんかこれ今回作るのにダウンロードとかするのにこれすごいサイズの小さい、Linux で、例えば組み込みとかでもよく使われてるようです。なので Docker 作るときに、まあ、自分の Mac なら Mac でその環境を1回ダウンロードして作るんで、何個もコンテナとか作るときに結構なんか、まあ、小さい方が使いやすいんで、まあなんかこんな今回のデモみたいな時はこういうのを使うといいと思います。まあ、実際はデビアンとかを使った方が開発その後本番という流れではいいと思うん で、まあ、そこら辺のどのイメージを使うかっていうのもここの部分を書き換えることによってできて、なおかつそのコンテナの役割、今ここは PHP のタグがついた、PHP のコンテナを作ろうとしてるんですけど、まあ、SQL のコンテナはこんな感じでできます。でちなみに今回見せているのはPHP のコンテナだけなんで、実際自分で作るときは例えば共有する、ボリュームとかを持っていたりして、ウェブサーバー例えば2台、データベースサーバー1台、まあ、ラディスのサーバーとか何台もコンテナを上げたりっていう感じなんで、ここのそうするとこの下の部分がどんどん増えていって、ただまあ一つのファイルで複数の、コンテナを管理できるっていうのが、まあこれの便利なところです。でじゃあ次のところはこれ Expose っていうのは、その公開のポートで、なんで自分の環境なの公開っていうと、まあ、Docker はなんかさらに自分のこの中に Docker があって、その外側にも自分の PC があるみたいなことなんで、その Docker にアクセスに行くのに何のポートで行くか で8080とか、まあ、今回実際のところは8888とかにしてるんですけど、なんでその変な数字にするかっていうと、80番、まあ、下にも出ますけど、80番はなんか通常のウェブのだったり、まあ、8000番とかもなんか別のアプリとか使っていることがあって動かないことが大体あるの で8080でもしやってで、なんかもうすでに多分仮想環境入れてたり、別のアプリケーションとか入れてると多分動かないと思うの でそういう時は、まあ、別の8080の決まりがあるわけじゃないんで8889とかで、うちも結構何個もロッカーとか別の仮想環境とか上げてて、だんだん数字が分からなくなって8887とか、まあ、8787とかなんか適当なのやって、まあ、ぶつかったら変えていって、だんだん、やっていくのがいいと思います。でじゃ あ, まあその次で、まあポーツのところはホスト側とコンテナのポートで、またこれややこしいんですけど、要は自分のパソコンの中にもう一個パソコン、まあ、サーバーがある感じなの で、さっきの、この上で書いた、PHP の 7.1 のアルパインは普通のウェブサーバーなんで、そっち側は80でいつものウェブページのポートになっている。でその80を一個なんかハブをかまして8080でアクセスしよう。最初ちょっとどっち側にいるんだみたいな感覚は、まあ、仮想環境に限らず一番最初に多分サーバーに FTP した時にファイル修正した時の感じなんかと一緒ですけど、まあ、自分がどっち側を作業しているのかっていうのは意識した方がいいと思います。でなんかこれボリュームのマウントが、これ多分ローカルの自分のマシンで、開発する一番便利なところで、普通だったらサーバーを修正するときは SSH で入る、 FTP で入る、GitHub とかからサークル CI 通して、まあ、デプロイするとかやんないとそのサーバー側には、ファイルが反映されないんですけど、まあ、NFS のマウントみたいなイメージと一緒で、この中にある仮想的なコンテナの、ディレクトリー、このアルパインはウェブサーバーは入ってなくて、今回は、PHPの、PHP に入っている機能でビルトインサーバーという機能があって、でこれは別に Docker の機能じゃないんですけど、 PHP をインストールしたらこの一番下にあるこのコマンドの、PHP-S の、まあ、000の80とかってやると、簡易的なサーバーが立ち上がるので、まあ、これは、まあ、ウェブサーバーをなしでいけるんですけど、まあ、そのディレクトリが、まあ、ホーム 3W データっていうところ、仮にだからホーム、カシオカとかホームアドミンとか、なんかそのディレクトリはどんなの切ってもいいんですけど、このイメージではログインした時に出るのがホーム 3W データなんで、まあ、そこを作業ディレクトリにしましょうと。でその作業ディレクトリは右側ですね、この右側のところは、ここが実際のコンテナ側の作業ディレクトリで、こっちは自分のローカルの環境の中に
そこを指定すると、今自分のマシンの中にある、PHP 7.1 の、コンテナの、ホーム 3W データっていうディレクトリを自分の Mac の、これドットが入ってるんで、その作業ディレクトリの下にある apps っていうディレクトリと、共有をかけて、その状態で、PHP のビルトインサーバーを立ち上げるっていうことになると思います。で実際は、さっきのでいくとこんなディレクトリ構成ですね。Docker アンダーバーコンポーズってここに置いて、でここに apps っていうディレクトリを作っていて。でアップスの中はちょっと今回のサンプルでいろいろあるんですけど、ここが今の僕の Mac でこれなんか例えば開くこと、これ後で出すサンプルですけど、これを開くことができて、でこれが実際はそのどっかの方に、実行できるようになっていると。でこれは後で説明する起動とかのコマンドですけど、で今、apps というディレクトリに入って今実際にサンプルで上がっているので、実際に起動するときはダメですね。起動するときはここで、僕は仮に、ユーザーカシオカの php コン2017というディレクトリにして、でここに先ほどのファイル、ちょっと説明入れてますけど、大体同じで、ここら辺切り替えられるように 7.1 と7でシャープ でこの状態にして、どっか、アップ、で今のでダウンして、これ今ダウンロードが入ってないので実際一瞬で上がってますけど、実際どっかのイメージがここになかったとしても、あんまり早い環境じゃなくても多分3分とか4分ぐらいでダウンロードしてくるんで、それ初回だけです。で今のでもう僕の Mac の中でサーバーが立ち上がっているので、こんな感じで、こうですね。で、今、なんでこんな PHP コンって出ているかっていうと、僕は今、この PHP コン2017っていうディレクトリにいて、で、そこには apps っていうディレクトリがあって、でこの中に、いろんなファイルがあって、でここのインデックス、そうですね、インデックス PHP でここに PHP コンって書いてあるんで、じゃここ2017とか入れると、キャッシュとか聞いてなければ、そうですね、これでここの数字が変わってるんで、僕の中のローカルのファイルを変えると、そのコンテナのビルトイン PHP サーバーが動いて、でここの URL ですね、なんでさっき8080って言ったのは8888じゃんとか言うと、なんでかっていうと、こんな感じです。ここが8888になって、でこれで、自分の環境ができて、もうファイルも、そこを直せばすぐに使える環境ができたんで、多分 Docker をチャレンジするのが後々すごいいいと思います。でこれ別に Docker のアンインストールすればすぐなくなるし、なんかメモリーとかもずっと食うわけでもないので、本当にこれおすすめします。で、起動方法を今先にやったんですけど、対象ディレクトリで、対象ディレクトリとかよく乾きにかタレントとかいろいろありますけど、僕だったらさっきのユーザーカシオカの下にそれぞれのプロジェクトごとのディレクトリ作って、でそこに移動して、今回は PHP コン2017でそこの中で Docker コンポーズアップで書ける
で、まあ、実行してみましょうでもう実行してみたん で、 で今の方法のうち、まあ、どれでもいいと思うんですけど、もしまだ書かれてない方は、まあ、ぜひなんかどの環境でもそんな難しくないし、でどっかで作れるようになると、うん、後々例えば仕事仲間とかからどっかの環境をもらったりしたら全く同じ環境で開発できるっていう利点があるので、そうすると何がいいかっていうと、よくまだだいたいリリースする前とかにこの環境ではエラーないんですけど本番環境で出ましたとかいうのもあるし、で最終的に今本番環境でもどっかっていうのを今日もどこかのセッションで話しますけど、そちらの方にこの 1,2 年は向かっていくと思うんで、ぜひこのタイミングでどっかをやっとくと、まあ、仕事的にも多分なんか評価が上がるかもしれないなと思うんで、ぜひチャレンジしてください。でざっくりその環境の話で半分ぐらい使っちゃってるんですけど、まあ、PHP の概要とかをざっと文法とかそこら辺をこれから説明していきたいなと思って、だいたい PHP の文法はまあ直感的ですっていう、で他の言語をやってない方が戸惑いません、でウェブ構築に最適な言語ですって、どんだけ構築にっていうんだってなりますけど、で時に実務に使うにはいろいろ出てきますっていうのが、まあ、ここら辺がツイッターとかで PHP ってさとかって言われるところはあるかなと思います。でもこれ完全になんか僕の公式なんで、僕の個人的な感想なんで、ぜひ懇親会だったり別のセッションのスピーカーの話とかを聞いてみて、まあ、いろいろそれぞれの感じ方持ってもらいたいなと思います。で、まあ、一番最初に PHP の書き方は、まあ、これPHP モードっていう言い方が一般的じゃないんで、そんな言い方ないよっていう人いるかもしれないんで、マニュアルに一応載ってるんで僕 PHP モードって言ってるんですけど、この右側になりクエスチョンで PHP で何か書いてあって、クエスチョン左側なり、でここからここまでに挟まれた部分が PHP になります。で、まあ、ここ PHP モードで HTML のタグみたいなイメージっていうのを、思っていただけると分かりやすいと思います。で一番簡単なサンプルは、こんな感じですね。 HTML があって、でボディがあって、で、まあ、これ HTML とボディなんで、まあ、HTML のファイルじゃんと思うかもしれないですけど、まあ、拡張子は PHP にしてもらって、で次にさっき言った PHP モードのゾーンを作って、そこで ECHO、まあ、多分エコーとかっていうことが一般だと思いますけど、の後にダブルコーテーション、まあ、シングルコーテーションなどでくくられた中にこれこんにちはって入れていて、これも、まあ、ハローワールド的なやつですけど、HTML の中で、エコーの部分は文字列を、返す命令です。じゃあ実行するとどうなるかっていうのをこう見るまでもないですけど、当然のようにこんな感じでこんにちはっていうのがここに出て、でこのソースはどうなっているか、どうなっているかというと、そうですね、こうなっていて、うん、こんな感じですね。で、さっきのエコーってないじゃんっていうのって、なんでかっていうと、PHP は実行するときに別に PHP のまま出さなくて、サーバーサイドスクリプトなので、サーバー側でエコーってやったら文字列を出す。なので、ここのこんにちはっていうのを出すだけしています。だからなんか、ここに PHP の命令は出てこないっていうのが、まあなんかこれからも、一番最初の音付きのところではなんかあれどうなんだろうなって思うところだと思いますけど、まあ、それが一番特徴的なところです。でちなみに JavaScript などの場合はクライアントサイドなので、表示のソースとか JavaScript の JS のファイルとかクリックしてもらえると多分中身見れると思うんですけど、そこがサーバーサイドとクライアントサイドの違いです。でファイルの拡張子今見てもらいましたけど .php で、これは .php じゃなくても使えるんですけど、まあ、一般的には PHP ってしていて、もうちょっとサーバーの設定とかでファイルが .php っていうのが書いてなければないっていう設定もあるので、これなんでディレクトリだけでアクセスできるんだろうなと思いますけど、基本的には .php で作ります。で構文、変数はダラ S で始まります。まあ、ちょっといきなりその入ってるんですけど、後でサンプルはお見せします。で文末はセミコロンでは、まあ、ちょっと字が小さいんで分からないですけど、コロンでもなくて、多分日本語でいう丸みたいなものですね。で型宣言などは厳密に行わなくて OK っていうのがこれ PHP のなんか結構簡単なところで、ただいろいろ後々面倒です。でなんか面倒なだけじゃなくて、今回実際に去年まで使ってたサンプルを、さっきの Docker で PHP 7.1 でもうすぐ 7.2 が出ようとしてるかと思いますけど、その最新で実行させたところエラーとかノーティスが出てて、なんで出てるかっていうと、まあ、結構型宣言が今まで曖昧で文字を足し算みたいなことができてたんですけど、そこら辺は
あんまりアバウトにやると他の言語からも怒られちゃうしっていう感じでもないですけど、まあ、ちょっとチェックが、厳密になり始めているっていうのは感じてます。でこれが、まあ次のサンプルですけど、先ほど言ったダラーっていうのは変数の頭について、このダラー A ってやることで変数 A の領域が取ってます、まあその後には、まあ、こんにちはっていうのをまたこれ入れてるんで、ダラー A の中身にこんにちはっていうのを入れてると。でさっき出てきたエコーって命令でダラー A を出すと、まあ、要はこう代入された内容が表示されるということになります。で今の逆に PHP から HTML を出すということもできて、なんだそれって思うかもしれないですけど、先ほどってあの PHP モード、一番最初に見ていただいた例は外側の PHP っていうのの外に HTML とボディがあったと思うんですけど、これ今中でエコーで HTML とボディって出してて、全部エコーだけなんですよね。で HTML の書いてる部分はなくて、じゃあこれが実行するとどうなるかっていうと、まあこれは PHP ですって書いてて、じゃあまたソースを見てみると、そうちょっと開業コードとか入ってないですけど、基本的に HTML と書いたのと同じ内容になってて、まあ、例えばフォームを出し分けるとかリストを作り変えるとかっていうのは、まあ基本的にはこの、まあ、機能っていうのも変ですけど、こんな感じの使い方をしています。で、文字列を結合したり計算したりっていうのが、出てきて、そのドットを使って文字列の結合ができて、数値の演算はまあ他のと一緒でプラスとマイナスとアスタリスクとスラッシュで、 PHP7 までは文字列の数字の足し算もできてたんですけど、まあ、最近はノーティスとかエラーが出ると思います。で、まあ、これ簡単な例で、ダラ A とダラ B っていう変数を用意して、その中に数字を入れて、そうすると3行目ではエコーのダラ A プラスダラ B で、まあ、エコーでまたこれ HTML で開業を入れて、まあ、その後今度はなんか足し算じゃなくてプラスをしていて、結合、文字列としての結合を行っています。でそうするとどうなるかっていうと、なんだ両方とも同じ足し算じゃんって思うけれども、まあ、実際は3と12になって、なぜかというと最初は数字として足し算を行った、で次は文字列として結合を行って、あれだってでもダブルコーテーションもなくて、それ文字列としての定義をしてないじゃんとかっていうところが、この PHP の結構曖昧なところで、よくよく見るとここの部分の、頭の1とか2のところのダブルコーテーションもないんで、まあ、数字を代入しているようなもんだと思うんですけど、なのに、まあ、文字列の結合みたいなのはまあできるっていう、だからここら辺はちょっと曖昧なところはまだ一部残ってますけど、だから例えば見せ方として HTML 上に2つの数字を足したいのか、計算結果として足したいのか割りたいのかなどによって、まあ、ここら辺の文字列の結合は変わってくる。でじゃあまあそれ同時に組み合わすとどうかってなると、まあ、ここら辺は PHP コンっていうダラ変数 A とダラ B は2016があって、まあ、今年2017年なんで、この後ろの方でこうプラス1して、思惑としては PHP コンダラ B プラス1で2017と出そうと。でこれで、まあ、今出てますね。でそれがサンプル2なんで、アップデートサンプル2 PHP で、これ多分去年の例だとこんな感じで括弧を入れなかったんですよね。そうすると今ここの部分のちょっと小さいか、ここの部分ちょっと見づらくてすみませんが、ここでまずダラ A とダラ B 文字列で結合して足す1をしてるんで、これやると多分こうですね、エラーが出るようになってて、これ7までだとなんかこれエラーなくて、実はなんかちゃんと PHP2017 とか出て、だからなんかすごい昔の多分コードとか書いてて、なんでこれ全部いけるんだよとかいうのはバージョンアップするとこういうことが起きるんで、まあ、なんかそういうのどこか変わったかっていうようなのは、まあなるべくチェックするようにしてください。で、まあ、今はこのカッコつけて、演算子の優先順位につけるとエラーなく実行できます。で、まあ、PHP の関数はあとどんなのがあるかっていうと、まあ、if とか for each とか strlen とか html special charge とか nl2br とか mb convert encoding とか、なんだよ別にもっと分かりやすいの出せよっていうような例かもしれないですけど、なんかなんとなく PHP のネーミングの方向性ここら辺見ると分かるかなと思って、まあ、IF は多分もう中学時代からもしっていう風に多分覚えてるんで、僕は IF って言ったらまあ条件分だなって分かると思います。あと FOREACH は
4で1なんで、まあ、毎回回すみたいなループの命令で、まあ、他には多分ホワイルとかそういうのもありますね。で STR レンがこれがどうも、PHP の作者の人とかが PHP カンファレンスに来た時あるんですけど、その時に懇親会でこの読みは何だって聞いて、うちらは STR レンって言ってるぜみたいに誰かが言ったら大笑いしてて、まあ、普通にストリングスレングスみたいな、ストリングレングスみたいな感じで言われてて、まあ、STR はストリングで文字の略で、レンはレングスの長さなんで、 STR レンっていう関数は、まあその文字の長さを取る。だから PHP コンだったら、まあ、6とかが返ってくるっていう命令です。で HTML スペシャルチャーズは、まあ、これももうそのまんまで HTML の特別な文字を置き換えるっていう命令なんで、これ本当にもうちょっと短くしながったら便利だなと思うんですけど、大体みんなファンクション使ったりして短めに、後でまあちょっと書きますけどして使います。でこれ今は結構デフォルトが変わってるんですけど、文字コードの変換とかでこれすごい重要で、基本的になんかデータベースから例えば取った値ですとか、フォームから入力されたような値は出力する前に、まあ、絶対これ通さないと、セキュリティリスクになるんで、多分もうこれ散々みんな使っていくと思います。でも、フレームワークとか使ってると自動的にやってくれてるはずなんで、こういうの漏れがちですけど、でも果たして本当にそのフレームワークがちゃんとやってるかどうかわからないので、まあ、なかなかその辺バージョンアップとか難しいものです。でこれ多分僕結構好きな頃なんですけど、 NL2BR って言って、まあ、すごい簡単なメールで、 NL はニューラインなんで、ニューラインを2はこれなんかボーイズ2マンとかある英語の多分スラングな感じで2ですね。だから BR で、 BR は HTML の BR なんで、例えばテキストファイルとかにある開業コードを HTML の BR に変えてくれるんで、まあ、大量のテキストファイルとかあってウェブページに載せる と、 テキストファイルの開業ってHTML では評価されないので、そのまま1行でダーッと長くなっちゃうのを、まあ、とりあえず見やすいのにしてくれる。だあとメールとか使う時もメールの文章とかで NL2BR でやったりすることもあると思うんで、意外にこう便利です。であとの MB コンバートエンコーディングはなんでこれ今までのパターンと名前変わったって感じですけど、これ後から結構出てきた命令で、これの前進のところとかの、まあ、要はマルチバイトの文字列に変換する機能で、これももう今回参加しているスタッフの中にはいないかもしれないですけど、日本人が PHP の実際のソースコードを改変していって、まあ、どん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 使いやすくしていって、どうもやはり PHP に限らず、普通シングルバイト英語とかの文字のところってこう漢字みたいなのはあんまり意識してないので、非常に使いづらい場合があって、で日本の場合は特に大きな問題で SGIS 問題とかあったりするので、そのファイルが例えば SGIS の時に今ウェブページは UTF-8 って書くことが多いので、まあ、そこら辺をどっちの文字に合わせようかなみたいな変換で使うことがあります。で、まあ、だいたいそういうふうに見ていくと、まあ、if else って、まあ、else さっきなかったですけど、どんな感じかというと条件判定を行うもので、実際書くとこんな感じですね。で、まあ、ここの上のダラー A の部分がこの条件なんですけど、ここの条件判定が、まあ、true か false かを見ます。で、true か false かって、まあ、真か偽かみたいなところで、まあ、このダラー A に値が入っていれば、まあ、上が出るし、なければ下が出る、まあ、これ実際に試したとしても下の出ない方が出ます。で、まあ、そのじゃあその違うよっていう場合で、これ else が入ったパターンですけど、でなんか多分さっきのとなんか書き方さりげなく変えてきたじゃんっていう、なんかちょっとなんで変な書き方間違えてんじゃんっていう言い方もいるかもしれないですけど、これなんか PHP のもう一個の書き方で、普通に書いた時は、こうですね、中括弧から中括弧まで、中括弧から中括弧までに処理を書くんだけど、この PHP モードを作って、今 PHP モードがここ3箇所あって、もう一行一行で完結しちゃうんですね。でよくよく見るといつも文章の終わりはセミコロンで終わるっていうんですけど、一番上と2番目はコロンで終わってて、でこれがその、まあ、特殊な書き方ではないんですけど、 HTML 的に書くときはこれ後に続くよ、コロンだから終わってないよ、日本語で言う点みたいな感じですね。でじゃあ PHP else だけどまだ終わんないよ、でエンドイフになってセミコロンで、ここで初めて句読点丸が打たれたって感じで、ここまででセットだよって。でこういうふうに書くと何がいいかっていうと、よりちょっと HTML 的になるじゃないですか。
まあ、なるかなと思ってるんですけど、だからなんかここら辺はじゃあどんな風に使ってるかっていうと、WT コンテンツの、こっち開いてるかな。実際僕のところに今、WT コンテンツ、ちょっとでかくします。WT、こんなんでかくすると見えなくなっちゃうか。WT コンテンツ、テーマ。27。これなんかディレクトリー的な名前でお気づきの人もいると思いますけど、 WP コンテンツなんで、これワードプレスのテーマがどういうふうになってるかなんですけど、これ実際に見てみると、でかすぎるかな、ここら辺ですね。 PHP で書いてで、ここら辺にあって、でもうちょっといくと、で実際の HTML の中ではこんな風に使われてます。でさっき言ったパターンどこに出るかっていうと、ここで PHP if has nav メニュートップで、ここコロンなんですね。でこういう風に書くと、要はデザイナーの人でもなんとなく HTML とか直しやすいので、実際のフレームワークとかでも多分最終的にこういうピュア PHP のテンプレートみたいなのが増えて、昔だとスマーティーとかっていうのがあったけど、であとそれぞれのフレームワークが出している、テンプレートもほぼ多分これの形に乗っ取ってると思うので、このコロンとセミコロンの違いについては、ちょっと意識してみてください。で、for each、先ほど言った for while もそうですけど、これはループのことで、この流れでちょっとこのアレイっていうやつが出てますけど、これが配列になっています。で今これで一気にそのナンバーズっていうところで2、3、4、5、6の数字の入った配列を入れて、で for each っていうのは、さっき言ったように繰り返しなので、ナンバーを as、としてダラバルとして回すと。だこれは、なんとなくこの for each のここからここの部分をぐるぐる回して、エコーでダラバル、そうすると、今の命令はエコーでは1箇所しかしてないんですけど、数字を23456というふうに表示できるようになると。もう多分 for each 僕大好きなんで、多分 for each ばっかり使ってます。で HTML スペシャルチャーズは先ほど言ったように特殊な文字を置き換えるんですけど、and とかダブルコーテーションとかシングルコーテーションとか右大なりとか左大なりで、なんかそんなの全然いいじゃんって思うんですけど、例えばシングルコーテーションとかをうまいこと使うと JavaScript にわたる値を途中でカットしちゃって、その後好きな例えば JavaScript の、命令を実行させることができたり、じゃあそのクエスチョンとかをやることによって、HTML を表示させられたりすることができちゃうので、絶対に出力するものは HTML スペシャルチャーズもしくは別の処理で危険を回避しなければいけないです。もうこれは本当にダメで、簡単な例でいくと、今これを2つを書いた上が new での後、文字列として HTML を書いてるんですね。でリンクでテストっていうところにあって、でそのままエコーで出してる。で下はさっき言ったように出力する、これ実際はここに文字列書いてるんで自分が管理してますけど、これデータベースから読んだりホームから入れられたとしたら、それを、HTML スペシャルサイズ通すとどうなるか。サンプルさんがないのでこれ作りますね。じゃあ最初の例を、こうですね、リンクができている状態で、もうこれを後の例で
これをつけるとどうなるか。まあ、なんでニューだったか自分でも忘れちゃいましたけど、とりあえずニューとニュー2っていう変数にして、最初の方は、あ、いいのか、ニューをそのまんま出す場合と、この上はそのままエコーでニュー出します。で、こっちの後はニューを HTML スペシャルチャーズかけて出す場合と、今2つ連続で作って、それ通すとどうなるかというと、これ後のやつで HTML スペシャルチャーズ出すと、なんだよソースがそのまま表示されちゃったじゃんって、まあ、これ表示されることがよくて、要は実行できてないっていうことになるんですね。で、この最初のやつはアンダーバーがついちゃってるんで、仮にそのユーザーの登録のところで HTML を許可してないのにこんなのをやると、まあ、フィッシングに使われたりってするんで、まあ、実際その HTML スペシャルチャーズはすごいすごい使います。で、意識してかしなくてもすごい、実際フレームワークの方で使ってます。で、あとはファイルの読み込みとかで便利な命令の方に今度説明しますけど、 require once っていうのがあって、まあ、似た命令で require とかInclude once とか include とかってあるんですけど、まあ、基本的には require once 使っとけばいいんじゃないかなと思って、で、何かっていうと外部ファイルを読み込みます。で、ここで今 require once で、今僕ヘッダー HTML と bodyPHP とフッター HTML っていうのを読み込もうと思うんですけど、実際ヘッダーはどうなってるかっていうと、ヘッダーこんな感じで、ヘッダーの部分だけ、だ大抵なんか、グローバルメニューとか入ってるようなファイルとか、フッターどうなってるかっていうと、まあ、その下の方にあるリンクだけ書いていて、じゃあボディどうなってるかっていうと、ボディでまあ PHP 例えば使って、まあ、ここで出す。で、それで今じゃあ3つも合わせると、これは今のサンプルのリクワイア PHP、 こうですね、これただ書いてるのはこれだけで、これリクワイア PHP なんで、リクワイア PHP を実際実行すると、今3つに分かれてるファイルが、すごい、こうですね、あ、リンクだけだね、こんな感じに表示されて、まあ、さっきのリクワイア参考だけやったやつなのにこういうふうになって、何がいいんだっていうと、結構フッターだけは共通で使うとか、まあ、ヘッダーだけはグローバルメニューなんで中のコンテンツだけ変えるっていう時に、例えばその2つは全く一緒ないんだけど、中身だけ変えたいんだよなっていう時に、じゃあ、まあ、r2.php っていう新しいページ作ってっていう時に r2.php で、まあ、ボディのところをこれやめちゃって、こんな感じにしよう。そうするとここだけ変わって、まあ、ちょっと開業とかあれですけど、まあ、こんな感じで、まあ、単純な HTML を作るときでも、まあ、なんか意外に利用できて、自分の 社内用のページなんかこんなの使って作ってもいいんじゃないかなと思う。で、値を取得するのがこれダラバーな、ダラアンダーバーポスト、ダラアンダーバーゲットっていうやつで、どんな感じで書くかっていうとこうです。ダラアンダーバーゲットをすると URL くっついてる方、ダラポストだとホームで飛ばした値が使われて、値の確認するのにバーダンプとかいうのがあります。で、実際にこうですね、今これどういうソースかというと ID バーでゲットこんな、そうそう、簡単にエコーっていうのがあって、ゲットっていうのがあって、ゲダラアンダーバーゲットをで、シングルコーテーションで ID ってなってるんですけど、 ID をどこにあるかっていうと、ここに ID 入れてて、これ URL のところでよく地図見たり検索したりするとあるやつで、ここに入れた数字がここに出るようになってて、まあ、例えば会員 ID とか会員ごとのページとかいうのはここから値を取っていきます。で、ポストの時はその下の方を変える。でも値取れるようになったんで、まあ、値の確認したい時に、なんか今のってバーダンプっていうのをやると、その型とかが取れるようになりますんで、
こうですね、今バーダンプっていう命令で上を囲いました。そうするとどんな感じで出るかというと、こうストリングで6桁で、まあ、だから数字で入ってるかどうかで、例えばさっきの配列とかをここに入れると、その変数の中にちゃんと値が入ってるかみたいなのを確認できます。で、まあ、あと関数とか作ることがあると思うんですけど、関数は基本的にファンクションの後に関数名があって引数をやるんですけど、さっき言った HTML スペシャルザーズとか長いんで、例えばこの HSB、H とかで関数作っておいて、プログラムの中で作ると何回も何回も同じの書かなくていいんで、多分自分でスクラッチで書くときは HTML スペシャルザーズをファンクションにしたりして、どこからでも使えるようにするといいと思います。で、次の例は、例えばそうですね、add1 みたいな関数作って、その右側が引数なんで、引数をこの最初にデフォルト値、何もそこに引数なければっていうのが、この右側のイコール0っていうので、まあ、これリターンでならナムプラス1なんで、ナムが引数できたのに1足して返すっていうような例です。大体こんぐらい分かればいいんじゃないかなと思って、まあ、PHP のオンラインマニュアル、すごい完成度高いので、まあ、ぜひ PHP のマニュアル使ってもらいたいなと思って、います。で、まあ、仮にサンプルアグリゲーションをそんな10分で説明できるのかっていう中、説明します。CSV データを、まあ、仮に作って CSV を表示するようなのは、できるだろうなと思って、まあ、自分がやるときどうするかなと思って、でただ CSV 使うときに、まあ、CSV 以前の問題として Excel で作るといろいろややこしいことがあって、まあ、そこは注意しないといけないなと思って、まあ、僕が久々に作ったらなんかそれに引っかかったんですけど、Mac の Excel の場合は多分 Windows の Excel は大丈夫だと思うんですけど、開業コードの変換が必要になります。で、まあ、その方法は何個かあって、ちょっとこれは初心者の方に難しい部分もあるかもしれないですけど、例えば一回ファイルゲットコンテンツっていうのをすると、その CSV ファイルを全部 PHP 側に読み込めるんで、読み込んで正規表現でまるっと書いちゃうっていう方法が一つと、あとはもう Excel から CSV 保存したときに自分で VI なりエディターなりで開いて、その開業コードを置き換えるっていうようなのもありだと思います。でちなみになんかこの VI のコマンドとかで打っちゃうといいんじゃないかなみたいなのもあって、これ、まあ、仮に名前をつけて保存でタイムライン、これ変なのやっちゃうとあれなんで、ちょっと仮にタイムライン55で、今ここ CSVUTF8 カマ区切りにして保存してるんですけど、まあ、そうするとどんな感じのファイルができるかっていうと、ディレクトリーとか、ディレクトリーどこにできる、あ、アイクラウドにできちゃったな。ちょっと一旦デスクトップで。こんな感じですね。だからなんかこれ、さっき Excel でやったのに、なんかこんなところがうまくいかないんですよ。こういう場合は、僕なんかそう VI のコマンドで、まあ、これコマンド M を NR に置き換えるんですけど、でこういう状態になってないと、読み込むときに1行ずつにならないので、まあ、そこは注意してください。で、もうこれで読み込む準備ができたので、まあ、CSV を読み込むんだけど、関数名分かんないなっていうので、まあ、とりあえず検索すると思います。なんかこれやると何でも検索でいいのかっていうけども、このパターンで多分 PHP なんで PHP って頭に入れてもらって、まあ、次処理やってマニュアルで締めると大体いいページが出ると僕は思ってて、もうこれ多分ね検索力だと思うんで、もうこれでいけます。もう本当それでいいのかっていうところもありますけど、 PHP CSV、 あ、もうここ、もうこれで PHP CSV 読み込みマニュアルで、まあ、一発で出なかったらもうあれですけど、まあ、とりあえず一番上でなんとなくもうすでに一回試した跡があるのが出て、まあ、これでマニュアルのページ出るんで、これでまあどんな命令かっていうのが多分わかる。でこの簡単な見方で言うと、ここに変数があって、そこにこう概要があります。でファイルポインターから行を取得し、
CSV フィールドを処理する。で、まあ、下の方を見ていくと、そこで引数、これがまあ引数に何を入れるかっていうのが出てきて、で、まあ、ここら辺に追加の説明が出ますね。で、パラメータ、その引数が順番に参照ハンドルっていうのは何かっていうと、ファイルポインターで、fopen などでできたものを、次、length、で、これはファイルの長さ、で、まあ、それぞれの引数、どんな意味があるかっていうのがあって、まあ、返り値はその関数を読んだときにどういうふうなのが戻るか。で、それぞれのバージョンで違いがあるっていうのがあったんで、例えばここ見て 7.1 でなくなりますとか、7.1 から追加されましたみたいなのがあればここにあって、で、何がいいっていうと、ここに例が出てくるんで、この例見ちゃったらいいんじゃないかなと。で、まあ、この例を、まあ、とりあえずなんかコピペしちゃって、貼っちゃって、次実際使ってみると。でそうするとどうなるかっていうと、これ実際実行するとこういうふうにそこにも書いてあるんですけど、エラーが出て、なんでかっていうと、そのサンプルに書いてあるのは、はい、ここにあるのはテスト .csv って書いてあるんで、僕なんかそんな CSV 作ってないので、まあ、とりあえずちょっとこれ変えてみようかな。でこれ変えてみるとどうなるかというと、これがあれですね、さっきのエラーになっているところですね。はい、そうですね、これでタイムテーブルで、これ、まあ、PHP のマニュアルになる実行した結果と同じになって、まあ、PHP のマニュアルでも下でもそれ実行するとっていうのはここは出てないですけど、今このここで書いたまんまになってるんですね。で、じゃあこのプログラム実際何やってるかっていうのをもうこれ見ていくと、ここに書いてあるのをさっきの foreach と同じ foreile でずっとぐる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 回して、順番に CSV の内容を書いていくっていうプログラムです。で、まあ、fopen っていうのでファイルを開き、ファイルを全部開いたのを fgetcsv っていうので1行ずつそれを取り出し、でそれを出していく。じゃあ、まあこれで大体出し方は分かったなということで、次に、マニュアルの調べて、大体今出てきたのだと fopen っていうのと while っていうのと count っていうのと fclose っていうのが大体最初分かんないと思うんですけど、これ順番に先ほどのマニュアルの右上のところで調べていってください。でそうすると説明が出てくるので、だいたいファイルをオープンすること、ループすることっていうのが分かったと。でなんとなく分かったら、じゃあもうテーブルを表示してみようと。テーブルはどうなってるかっていうと、これ HTML ですけど TR の部分が1行になってるんで、ここをループさせていったらいいんじゃないかなと。で TD は何個でも足していけるんで、CSV の項目を増やしていけばいいなということで、まあ、なんとなくですけど、ここのエコーのところのさっきの真ん中のところで TR と TD の中に、これダラデータの括弧1っていうので、これ括弧1っていうのは配列の、表示をしています。で配列っていうのは先ほど CSV はカンマ区切りなので、一番最初が0、1個目が2個目が1っていう順番でキーでアクセスすることができます。でそれをアクセスしていくとどうなるかっていうと、こんなページが表示できて、もうこれなんでかって2番目の CSV のところを表示しているん でいろいろ調整してみると、今って項目4つ表示してないので、このサンプルなので今真ん中でデータの括弧1しか表示してないので、これをいっぱい出そうと。でそうすると実際どうなるかっていうと、まあ、こんな感じのが出て、この実際の CSV はどうなってるかというと、そうですね、さっきのこのパターンのやつを書き換えている状態になります。URL を見るとサンプルに、こうですね、これがそのまま出てる。結構圧が半端ないですね、時間の。で、まあもうあと数分で終わりますんで、
まあ、じゃあ実際何やるかって言ったら、あと HTML スペシャルかけて、まあ、ちょっと4つの項目にしたりしてどうしようかなっていう。これ俺か。そうですね。そうすると、まあ、すいませんね誰だよと思ってたら自分だったんですよ。で、まあ、実際僕、まあ、それでまとめたのを今日ので、まあ、データ実際にちょっと今日のプログラムから見たんですけど、まあ、ほぼ今まで説明した内容で PHP モードの外側で HTML を書いていて、でその中では今日説明した if 文とかで途中ダラアンダーバーゲットでルームっていう引数のところにダラデータとカッコ0と同じのが入ったらそれを表示するみたいにしてるんですけど、なんだこれややこしいなと思うかもしれませんが、であと一番下のところにファンクションで HSC で、これさっき言った HTML スペシャルチャーズを、まあ、使ってるんで、ここら辺の、真ん中の TD のあたりに書いてある HSC っていうのは下で自分で定義したものです。でだからまあなんかマニュアルから今コピペして HTML スペシャルチャーズ言われてないのに追加して、ダラーゲットで入った時に CSV の最初のもの、最初の先ほど見ていただいたんですけどウグイスとか入ってるんですけど、それをまあ表示すると、まあどんな感じになるかっていうと、そうですね、こんな感じでそこに入れられて、でここ、まあ、1個目のところはエラーチェック入れてないんで、これウグイスだけ、これ梅だけっていうようなのが、まあ、なんかこのソースコードはどんぐらいかっていうと、まあ、また入れて、はい、こんぐらいですね、長さそんなに長くないですね。こんぐらい、こんぐらい、こう本当に先ほどのサンプルのままなんで、これでまあちょっと絞り込みができるなんかページができるんで、なんかすごい多分 PHP やっていけば簡単だと思うんで、ぜひなんか試してみたいな、見ていただけたらなと思います。でも簡単に1分ぐらいで、でいろんなところで PHP カンファレンスあるんで、東京以外のところでもあるの行ってください。で今日懇親会あると思うんで、懇親会でいろんな参加者と喋れるチャンスあるんで、懇親会の申し込みまだない人は多分3時過ぎに当日受付とかあるん で、おすすめの書籍、一番優しい PHP の基本僕が書いてるんで、よかったら、懇親会でプレゼントとかしようと思うんで、来てください。でまとめはもう小さいものでもいいから書いてみて、ぜひマニュアルの方を読んでいただけたらなと思います。もうとにかく書いてみようということで、ちょっと時間をおっしゃいましたけど以上になります。カンファレンスを今後の後も楽しんでください。ありがとうございました。